お疲れ様です。ラフチャンネルの有馬です。今日の動画はこちらです。夏ですね。夏を連れて帰ってきました。まあ何かというと、はい。ここ最近欲しいなとずっと言ってた、大桑ですね。を今回ね、うちに持ち帰ってきましたということで、今日はラフチャンネルでは珍しく昆虫なんですけど、はい、こちらなんですけど、今回ね、ブラックアウトのイベントに出てた際に、実はですね、上の階で、昆虫系のイベントが実施されてまして、まあ僕はちょっと仕事中なので行けなかったんですけど、視聴者の方がですね、代わりになんか良さげなやつを探してきてくれまして、はい、そして、代わりに買ってきてくれたということで、大桑をね、ゲットすることができました。すごいねこの光沢感で。こちらは、長野県産の大桑型、ちょっと産地的にはレアらしいんですけど、よいしょ、おー、すごいね、うわ、かっこよすぎんか、マジで。長野県産の大桑ですね。いや、いいわ。この黒々した感じ、落ちないでね。僕がね、あんまり大桑型の扱いに慣れてないので、ちょっと緊張しながら触ってるんですけど。おー、危ない危ない危ない。クワガタなんてね、日頃そんな触らないですからね。見てこの、うわ、かっけー。たまんないね。で、この子たちは、ワイルドではなくて、ワイルドの子供、ワイルドの F1。なので、長野県の北部って言ってたかな、の産地で、取れた。まあちょっとレア産地の大桑の子供ですね。いや、いいわ。サイズはね、多分軽く定規で測ったら7、10ミリぐらいはあったので、めちゃくちゃちっちゃいっていうよりある程度はまあ大きい方だと思うんですけど、まあ60ミリ台じゃなくて70ミリは超えてたので、いやでもいいね。なかなかかっこいいですね。優しく触ってあげないとこの爪が痛いから、結構ね、怖いですね。まあ、そんな、なんか乱暴に挟んできたりはしないと思うので、この触覚が可愛いね、ほんと。で、今日はね、お迎えしてきたばっかりなんですけど、まだ餌が届いてなくて、まあ、今何もあげられない状態なんですが、うん。まあ、明日のね、午前中に Amazon で餌が届くので、ちょっとそれを待ちたいと思います。まあ、全般的な大桑の中ではサイズはまだまだ全然だと思うんですけど、まあ十分僕は満足なサイズ感とレア産地ということで、この牙がいいんだわ。ノコギリとかミヤマクワガタとかもかっこいいんですけど、このね、おちちちち、大桑のこのね、牙、おお、怖い怖い怖い、大桑のこの牙がいいんだよ。この黒々した感じとかたまんないな、マジで超かっこいいわ。美しいですね。なんかね、クワガタ前にしてたらね、延々と喋り続けちゃうんでよくないんですけど、ね、メスもうちょっと見せてなかった。はい。こちらがメスですね。メスのこの光沢感、えぐくないですか？メスの方がね、光沢感えぐいんですよ。テッカテカ。裏側はなんもないけど、テッカテカでちゃんと、牙もなんか奥っぽい感じで。すごいよね、この胸部のこのツルツル感。マジでツルツルですよ。超ツルツル。いやー、黒いダイヤモンドと言ってしまいたくなるような輝き具合ですね。すげえな。あ、暴れ出した。戻します。はい、意外とね、クワガタは水苔で管理するのが結構良かったりもするそうで、まあ、こんな感じでね、湿らせた水苔でね、管理してます。はい、うちに来て、初めてのご飯ですね。ちょっと昆虫ゼリーがなかったんでね、一日ぐらい餌なしで過ごしてもらうことになっちゃったんですけど、すごいですね、見てください、これ。こんな感じで、なんか、僕あんま昆虫は詳しくないんで、正確な名称がわからないですけど、こうなんか口から、なんだこれ。触手でいいのか。なんか口からね、毛の生えた手みたいなやつ出して、口元に餌を持ってってますけど、これなんていう名前が正確なんですかね。お腹
空いてたんでしょうね。でもこんなんでゼリー食えんのかな。あのすごい柔らかそうな筆みたいな2本の手でなんかタッチして口に戻してタッチして口に戻してってしてるだけなんで、このゼリー削れてんのかな。おメスもちょっと食べそうになってますね。まあ、オクワガタかなり警戒心が強いクワガタで有名なので、メスは特にビビってんのかな。オスの方が活発に食べてますね。でこの子全然ね、ハサミ、牙、角なんていうのが適切なのか分かんないですけど、あのバランス綺麗に生えてて、今なんか右側が曲がっちゃってるけど、これはたまたま今こいつが曲げてるだけで、通常時はね綺麗に左右対称にねハサミが、ハサミっていうのかな、牙っていうのかな、角なのかちょっと分かんないな。本当に綺麗に角がね伸びてますね。メスは食べないね、ビビってんのかな。本当にね、特にメスの胸部のこの輝き、黒い艶、輝きがえぐいですね。めちゃくちゃ綺麗、すごい輝いている。でメスの方がやっぱね、この腹部のところのこの羽の外角に縦線がねたくさん入ってる感じがしますね。メスはこんな感じなんですね。久しぶりにオクワガタを観察したから、なんかあんまり記憶に残ってないですけど、オスはそんな感じじゃなくて、腹部の羽のところもつるっとした外角、胸部も、変わらずって感じで全体的にいいですね。黒のなんかカラーもメタリックっていうよりマットな感じでかっこいいですね。オスめっちゃ食ってんな。オオクワガタやっぱりね長生きしますし、4年5年全然生きますし、餌もね結構たくさん食べるって聞いてるんで、おメス食ってるこれ。あ食ってんね。おメスも食い出したね。いいっすね。お腹空いてたんだろうね。遠慮しなくていいよ、全然全然遠慮しなくていいよ。そんなビビんなくていいから。あの子ね、仕事場で、下MacBook Pro を題材に今オクワガタのケース乗っけてね、餌来たんで餌与えてるんですけど、普段はこのデスクの一角にこのケースをねポンと置いて、仕事しながらたまに眺めながらみたいなのをねしてます。本当に夏を感じるべくオクワガタを観察するという感じで、なかなかね仕事をずっとやってるとデスクワークですねばっかりで、夏っぽいことをする機会が全然なくて、釣りに行くでもないし山に行くのもそんなないし、都内だとお祭りなんてねもう人混みすぎて地獄絵図になるだけなんで、お祭りも別に行かないですし、なんかせいぜい暑いなって言いながらアイス食べるとか、そのぐらいしかねないですね。夏らしいことやりたいですけど、なんかその中でもね唯一やっぱこういうクワガタとかねカブトムシとかね夏っぽいじゃないですか。夏じゃないとなかなか注目が集まらない気がしていて、で特にねオオクワガタが僕好きなんですよね。まあ海外のクワガタもちろんオオクワよりでかくてかっこよくて太くてみたいなのいるんですけど、なんかやっぱこの国産っていうのがまた好きで、でさらにこのやっぱ他の国産のクワガタに比べたら横幅の太さ、横幅かなり広いし、黒さも限りなく黒々してるし、角もね結構立派でなんかこう硬そう、重厚感ある感じ、結構好きでね。まあ、ミヤマとかノコギリとかもかっこいいんですけど、あの辺はすぐね一夏で死んでしまうから、なんかちょっとこう物足りなさを感じてしまうっていうのも含めて、国産の平田クワガタもねでかいやつはかっこいいんですけど、やっぱこう角がね縦に伸びてるよりもこう丸く
湾曲してる感じのこのフォルムがものすごく好きで、かっこいいよね。この角マジでかっこいいね。冒頭でも話しましたけど、長野県産北部の方で採取されたワイルドの子供 F1 ですね。 WF1 ワイルドの F1。 長野県のオクワガタはなんかなかなか見つからないらしく、まあそもそも森が深すぎて探すのが大変なのかな。クマとかも出るでしょうし、命かけてオクワを取りに行く必要性が果たしてあるのかっていうレベルの、そういう問題なのかもしれないですけど、皆さん取りに行けないクマがいたりして危ないからみたいな、だから流通量も少ないみたいな、そんなのかもしれないし、そもそもやっぱなかなかいないのかもしれないし、まあただあのかなり希少で、長野県産のワイルドのオークは珍しくて、その子供 F1 ということでね。まあうちもクワだってね、本当繁殖させたら一気に増えちゃうからね、ちっちゃいうちは余裕と思ってても、だんだんね、禁止瓶のサイズもでかくなるし、禁止瓶の数もあの瓶もね地味に増えると置き場に困るんで、まあ1ペアぐらい、まあもしくは2ペアぐらいで細々と趣味程度に楽しむのが一番無理がなくいいんじゃないのかなと思ってね、このペアはね掛け合わせをねしようと思ってます。まあ、とりあえず1週間ねこのケースでしっかりご飯食べて休んでもらって、うん、大きく座ってもらって、おお、どうしたどうした、何何、美味しいか、可愛いね、意外と可愛いんですわ、なんか主張してきてるな、何なんか訴えかけてきてるけど、すごいね、よく見たら本当なんか触覚もこんなね、ちょっとなんか引っかかったり引っ張ったらちぎれちゃいそうな触覚ですけど、立派に動いてますね。結構この触覚の動きがちょっと愛嬌を漂わせてる、可愛らしい、なんか愛嬌ある感じしません？ご飯うまかったみたいな。いや見てこれ、牙かっこいいね、いいね、ちょっとピントがあってないわ、どうした、なんでこっち来た、いいね、オークはいいよ、オークはね、ちょっとね僕ね触って後悔してて、これね、なんだ爪がね、ちょっとやっぱ降りてくれないか、降りてきた、あのねこの爪が痛、とてつもなく痛いんですよね、こんなに痛かったっけって思うぐらいね、爪がすごい痛くて、マジで、まあ僕がちょっとクワガタを触り慣れてないっていうのもねあるので、引き剥がし方が下手なのかもしれないですけど、この爪がようできてるよね、ほんとバカ痛いんですよね、手のひらに刺さって、爬虫類の爪刺さって痛いどころじゃないですよこれ、マジで、どうしたんだろうね、急に動き出してサイズまでは書いてなかったみたいだから、あ、また食べ始めた、好きね、美味しいのかな、まあしばらく食べといてくれ、ここで眺めて楽しみながら仕事するからすげえな、本当に、なんだろう、まあ多分ねこれは男性しかなかなか共感を得られないと思うんですけど、マジでこのフォルムかっこいいですね、虫なのにこんなにかっこいい見た目で、あんな幼虫から進化して、これね女性はねゴキブリと一緒じゃんってやっぱね思う方が多いみたいですね、ひっくり返したらゴキブリでしょうってね、なんかそれがなんかもう世の断りみたいな感じになっちゃってますけど、全然違う、本当に全然違うゴキブリと、でも分かんないみたいですね、おそらくね男はたまらんでしょ、多くは。あのこちらはね、あの産地がレアだっていうことで、長野県産の多くは、まあ、ワンペアですね、今回入手させていただきましたが、まあ、産地はもう関係なしに、とんでもなくでかい大クワがワンペア欲しいですね。80ミリクラスの、だから詳しくないから大クワに関しては、日頃虫なんて全然アンテナ張ってないんで、どういう産地というかどういう血統の大クワが一番いいのかなっていうのはちょっと調べながらではあるんですけど、極太でこの角ハサミもね
長さっていうより太さと長さ両方バランスいいやつが欲しいですね。太くてでかい角が、なんか細くて角がでかいのはちょっとこう弱そう、折れそう、折れないんだけど折れそうな印象があって、ちょっとかっこよさに欠けるんですよ。太くて長いで、この横幅もでかいみたいなやつ。あーごめんごめんごめん、ある程度食べたらもう満足しちゃったかな、明るいから。いやたまんねえなー、ずっと撮っちゃうわこれは。意味がなくずっと撮影しちゃうわ。もうこの辺に切り上げましょうか。今日はね、オークはお迎えしてますということで、夏をね、感じ始めましたというお知らせ動画でした。まあ、この後ね、ちょっとここで落ち着いて買った後に、繁殖キットももうちょっと買って、今家にあるので、繁殖キットね、セットして、で、そのうちこの2匹はね、そっちに移動させて、ちょっと卵産んでもらって、で、一回オークはの繁殖はね、経験したことがあるので、そんな難しくはなかったですね。ほっといたら勝手に産んでて、木割ったらいっぱいちっちゃい幼虫がいたみたいな感じで、禁止部に移してっていう、まあ、特になんか爬虫類ほど細かくコントロールする必要がない、クーリングして掛け合わせ様子見て、カルシウム剤ちょっと意識 しながらあげてとか、なんかそういうのが特になかったので、まあ簡単にできるとは思いますけど、夏のうちに皆さんにその後の繁殖キットの立ち上げとか、卵産んだよとか、そういうのね、お見せしていけたらなと思ってますので、まあ虫好きはねいるか分かんないけど、もしいたら楽しみに待っていてください。男の人は好きでしょ、ラフチャンネル7割ぐらい男性が見てるから好きなはずだと思いますけどね、多くの方ね。ということで今日はこの辺にしておきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。